町中華って良くないですか。最近自分の中で密かなブームが起きている。一人でこのカウンターに来るのも慣れてしまった。なんて言ったってこの値段なのに、飛ぶようにうまいものがある。このキクラゲ卵とやらに出会ったのは1ヶ月前。あまりの美味しさに裁縫を誓ったあの昼下がりが懐かしい。あえて定食ではなくチャーハンをつけてみるとこれが大正解。後にこのセットがテレビで常連が頼むセットと紹介されていたと知り、自分の食レーダーに誇りを感じた。何かに勝った。猛烈な炎とともに中華雑技団の演舞が始まった。炎と具材が踊っている。抜群のコンビネーションで入れ替わり立ち替わり、町中華のこの厨房が見える感じたまらないんだよな。演技時間はわずか3分。見とれてるうちに私の番がやってきた。豪華な調理とは裏腹に、見るも美しいこの一皿。みやびなワンだの。カウンターが一気ににぎわった。熱いものは熱いうちに。いただきます。今にも浮いていきそうなほわほわ卵とお肉、それから立派なキクラゲ。これら3つを同時に食べる。キクラゲ卵、いただきます。この卵、まるでキントーン。甘辛いタレをのせ、私の口に飛び込んできた。プリプリコリコリ、キクラゲの食感も楽しい。まるで中華の三国志。手を取り合えば最強だ。満を持しての登場がこのまんまるチャーハン。レンゲを入れるのも恐縮ですが、ごめんなさい。チャーハンの一すくい目はいつも妄想してしまう。きっと私ってチャーハン目線から見るとゴジラみたいな感じなんだろうなって。どうも、クラッシャー太田です。歯落ち、素晴らしくうまい。塩加減ルーレットがあるとしたら、まさにピタリと止まったこの感じ。ジャストミート。時折感じるチャーシューの甘みがたまらない。二口目からは容赦はない。というか、美味しすぎて背徳感の話なんてのはもうすっかりすっぽ抜けていた。このパラパラ具合、これがお店によって見事に違う。ケイちゃんのパラパラはベストパラパラだ。チャーハンの塩味とキクラゲ卵のこの甘辛い感じ、まさにベストマッチ。もう気分はホッピー、いやハッピーだ。油が重くない。
思わず箸が進む。そういえば小さい頃、キクラゲと聞いててっきり海にいるものだと思い込んでいた。幼稚園の頃にクラゲに刺されて以来、クラゲがトラウマだった私にとってはあまり好ましいものではなかったけれど、キノコだと知ってそれから好きになった。日本ではクラゲを連想するけど、中国では木に耳と書くぐらい耳の形に似ていると思われているらしい。耳、クラゲ、いずれもキノコっぽくはないらしい。あっという間に半分ほどを平らげてしまった。一つずつを堪能した後は定食スタイルの醍醐味を味わう。キントーン、よーい。ふわふわ卵がやってくる。チャーハンの上に乗せれば、これ食ってみろパパ。悟空の声が聞こえた。キントーン、チャーハンのせ。うわあ、こりゃスカウターでも測れんぞ。具材は豚肉、玉ねぎ、卵にキクラゲ。シンプルなものばかり。味付けもオイスターソースや醤油、豆板醤などだろうか。シンプルな中にあるうなる美味しさ。私たちの前で見せる演舞はわずか3分ほどだけれど、この味に行き着くまでどれだけの年数が重ねられているのだろうか。中国ではこのキクラゲ卵炒めはムースーローといって、金木犀の花に似ていることからその名が付けられたらしいです。金木犀の花言葉は謙虚や謙遜、気高い人という意味がある。大通りから少し離れた路地裏にあるひっそりとしたお店だけど、そこにはしっかりと美味しいものが存在していた。その気高き一皿、きっとまた足を伸ばしてしまうことだろう。思わずにやける美味しい一皿、ごちそうさまでした。今日紹介したお店は概要欄にリンクを載せてあります。よかったらチェックしてみてください。よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。